場ぐらいには、これでチーム後半入ってすぐ走り出さないと優勝に届かなくなっちゃうんでね、まあ、それがうまくいってない状況のところから、その、まあ、ずっと毎週思ってますけど、本当に真剣に、まあ、責任はずっとありましたけど、形を変えてもわかりました。で12月25日の夜中12時過ぎ、12時半ぐらいだったんですかね、まあ、合宿にいる、候補の人間から監督のクリスマスプレゼントですとか来たのが今なんですよね。まあ、そういう忙しさの合間を縫っても、次のシーズンに向けてバッティングフォームを変えようと思って、これあの鎌ヶ谷の室内でシーッとしてるところで一人で黙々とフォームを改造しながら実現で、まあ、映像だったんですけど、まあ、あの監督が一番喜ぶ映像で、まあ、翔平頑張ってるっていう、まあ、映像ですから、そういうふうなところなんですけど、まあ、本当に何ていうんですかね、クリスマスイブ、クリスマス、選手にとっては一番いろんなこと、野球選手としてはいろんなことができるオフの中で一番好きなことができる時間だというふうに思うんですね。でその時間にやっぱり何が一番楽しいのか、何が一番好きなのかっていうのが、まあ、分かる、まあ、こういう選手なんですよ。次はですね、町内在住の書道家ですね、尾形修子さんの字であります。